はい、お疲れ様でした。残念でしたけど、準々決勝敗退で終了です。去年優勝してから丸1年、新チームになって、まあ先輩たちがね、すごく多かった、台で、1年かけてチーム作ってきたんですけど、なかなかね、試合経験、が積めなかったで、まあ、どこまで戦えるかなと思いながら1年チーム作りしてきましたけど、まあ、先生は後悔ないです。全く、勝ちたかったよ、そら、勝ちたかったですけど、全く後悔ないです。今までできる限りのことをして、一生懸命チーム作ってきて、ここまでやれた、先生の中でも精一杯やったなと、思ってますんで、また後悔しないです。今までやってきたことしか、大会ではね、力出せない、もうそれずっと言ってきましたから、こういうゲーム展開もね、今まで何試合もしてきましたし、力及ばずでしたけど、ピッチャーもバッターもね、向こうの方が上手やったと思います。もう見て分かったと思うけど、しっかりね、向こうは打ち勝つような、ね、ゲームをしてたと思いますし、そこでね、うちが、出してしまったそのミス、もちろん点数取られるよね、そういうゲームをしてましたから、向こうの方が上やったと思います、ね、3年生これでもう最後になるので伝えておきたいんですけど、本当の最後の勝負どころって技術じゃないと思うよ先生。この3年間でね、どんだけやっぱりどんだけの思い持って、どんだけ野球にかけてきて、どんだけみんなとね、勝つためにどうしようかっていうことを、徹底して考えてこれてきたかっていうことが、もう全て最後に出るんやと思ってます。だからチームでいろんなね、問題が起こってることに対してもきちっと向き合っていかなきゃいけないっていうのは、みんな感じてもらえてるかなと思うんですけど、それがチームワークだと思いますんで、引退しても野球続ける子たちたくさんいます。野球やらずにね、違う道歩む子もたくさんいますけど、この3年間でね、学んできたことをただの思い出に終わらせずに、今後の人生に生かしてもらえたらいいかなと思ってますので、ナイスゲームでした。よく頑張りました。はい、先生から以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この全員で最後まで勝ちきれなかったんやけど、でもこの3試合の中でみんなのいいところたくさん見れたし、この3年間やってきたことが全部出したかなって思います。ベンチの雰囲気もすごい良かったし、2回戦でサヨナラ勝って3回戦サヨナラで負けてすごい悔しいけど、応援してくれたメンバーとか、朝早くから分析してくれたメンバー、本当にありがとうございました。3年間今までいろいろあったけど、学年の中でもたくさんぶつかって、たくさん言い合いして、すんなりとは夏代まで来れへんかったけど、でもこのメンバーで最後まで全員でできたことはすごい大きかったかなって思います。頼りないキャプテンやったけど、今までみんな支えてくれてありがとうございました。